おはようございます、あなた。その、あなた、近頃何かと物騒ですので、お忙しいとは思いますが。ディボーションとは、自分自身の生命力や魔力を奉納することによって霊と合一する魔術です。
失礼します。失礼します。今日のクラス日誌です。先生、お仕事、お忙しいのですか？どうしたのですか？何かお手伝いができればと思ったのですが。構いません。アンケートの集計終わりました。こういうのは生徒会の仕事でも慣れていますから。まだお仕事があるんですね。先生、それでしたらこちらを。自家製の蜂蜜ドリンクです。最近お疲れのようですし、疲労回復になればと思いまして。お口に合いましたか？大丈夫です。作り置きがありますから。よろしければ明日も持ってきますけれど、気兼ねせずでも大丈夫です。それではまた明日持ってきますね。